キャロル・ロンバード、生きるべきか死ぬべきかは、1942年に制作されたコメディ映画、エルン・ストルビッチ監督、キャロル・ロンバード主演。彼女の死後に封切られた。これは、ハンガリー人の戯曲家、レンジェルメ・ニヘールトが、友人のエルン・ストルビッチのために書いた、ポーランドはまだ失われてはいないオルビッチが映画化した、ものである。ポーランドの国民参加のような意味合いを持った。 作品であるメルブルックス製作主演によるメルブルックスの大脱走はそのリメイク作品第二次世界大戦の真っ只中周辺の国々がドイツの手に落ち侵攻の日が国一国と近づくポーランドの首都アルシャワで連日大入り満員を誇るゥーラー一座座長で自称ポーランドの偉大な名優であるヨーゼフの妻アンナは ヨーゼフが18番のウィリアム・シェイクスピアのハムレットの中の名ゼリフ、生きるべきか死ぬべきかを合図に、アンナのファンである、ポーランド空軍のソビンスキー中尉と楽屋で会っていた。舞台の上の夫に知られないまま三角関係が続くと思われたが、突如ドイツが戦線復刻してポーランドに攻め込んできた。一方、ソビンスキーはポーランド侵攻の際にイギリスに駐留し、 ドイツ軍への反撃の準備を進めていた。ある夜、空軍のサロンで秘密任務の遂行のため、ポーランドへ向かうことを打ち明けたシレツキー教授に、ソビンスキーはマリアにあえ引きに使うメッセージを伝えるよう頼んだ。しかし、シレツキーの態度に疑問を抱く。実は、シレツキーはナチスのスパイで、ソビンスキー以外にも、ポーランドで地下組織の活動をする人の情報を集めていた。 もしこのままシレツキーを本国へ行かしたら地下組織の情報がナチスに漏れて地下組織は壊滅してしまう。シレツキーを追ってリストを奪い、シレツキーを暗殺せよとの指令を受けソビンスキーは単身ポーランドへ向かう。ソビンスキーは無事にワルシャーにつき、アンナと再会するが、ソビンスキーを休ませている間に、シレツキーの命令でソビンスキーから託されたメッセージを知らせるために、 憲兵を使ってアンナを連行させてきた。その場を何とかごまかして家に帰られたものの、ヨーゼフに見つかり関係がバレてしまった。ソビンスキーは仕方なく全てを白状した上で地下組織の危機を打ち明けて二人に協力を求める。そこで三人はシレツキーをアンナが引き止め、その間に偽のゲシュタッポの支部を作りそこにシレツキーを誘い込み、 ソビンスキーがシレツキーを始末する作戦を思いついた。早速アンナはシレツキーにデートの約束を取り付け、ヨーゼフは劇場に偽の下下タポシブを作り、シレツキーが会う約束をしている。収容所の鬼と呼ばれ、ワルシャワで牽制を振るっていたエアハルト大佐に変装する。一座の役者たちを巻き込んで大芝居が始まった。守備よくシレツキーを暗殺し、 シレツキーが制作した地下組織のリストも処分して解決したと思ったが、辻褄を合わせるためヨーゼフは今度はシレツキー教授に変装してエアハルトのいるゲシタポの支部へ行くことになってしまった。そこでも何とか立ち回ったが、運悪く隠していたシレツキーの死体が見つかってしまった。しかし、相当であるヒトラーが一座の公園を見学に来ることを知り、そこで、 ヨーゼフたちは一座のメンバー屋をイギリスへ逃がす計画を考えた。ありがとうございます。